東海市町停留場は、広島市中区東海市町一丁目にある、広島電鉄の路面電車停留場。本線と横川線の二路線が接続する。駅番号は、本線が M12、横川線が Y1。一般的に、東海は、東海と表記するが、東停留場名及び、周辺の町名は、東海市町と表記される。東海市町停留場は1917年。 横川線の開通と同日に開設された。当時本線と横川線が分岐していたのは、隣の左官町で、本線は、東海市町を経由せずに、南回りで土橋へと向かう経路をとっていた。東海市町は、横川線内の一停留場に過ぎなかったが、1943年に土橋を起点にして、江ヴ線が開通すると、土橋と東海市町を短落し、横川線と江ヴ線を、 直結させるような線路が計画されるようになる。従来本線の軌道が通じていた南回りの経路は、境愛な道路上にあり、半径の小さいカーブが連続していて運行上のボトルネックとなっていたため、これを解消して、電車の円滑な運行を図ったのである。結局この線路は、翌年の1944年に完成、左官町から東帝流場を経由して、 土橋に至る経路が新しく通じ、こちらが本線に組み込まれた。東海市町を経由せずに左官町と土橋を結んでいた、経路はこの時廃止され、横川線と本線が分岐する駅の座は、左官町から東海市町に移っている。1945年8月6日、原爆投下により路線は休止されるが、恋方面から順次路線が復旧し、同年中には本線、 横川線ともに運行再開を果たした。1946年の10日市長資料によっては1917年に開業した西の停留場名を10日市とし、1944年に営業を再開した10日市長停留場とは別の停留場として扱うものがある。広島電鉄の市内線はほぼすべての区間で道路上に軌道が敷かれている。 平用軌道であり、東低流上もあい通りと寺町通りが交わる東日、四交差点の上に軌道が敷かれている。交差点から東と南方向へ本線が、北方向へ横川線が通じ、二つの路線はこの三方向を相互に結び、出る多線を形成する。ホームは低床式で各方向に一面ずつの計三面があり、交差点の東に、 広島駅方面へ向かう本線上りホーム、南に広電西広島駅方面へ向かう本線下りホーム、北に横川駅方面へ向かう横川線ホームが置かれている。互いのホームは100メートルほど離れていて、いずれのホームとも片側のみが線路に面している。このようなホームの配置のため、車両は3方向とも交差点を通過してからホームへ入線する。ホームの配置が、 このように変更されたのは2003年の改良、移設工事からで、この改良工事までは、現、横川駅方面ホーム及び、広島駅方面ホーム向かいに下り線ホームが、もう一つずつ存在したが、2002年に、現在の下り線ホームが新設されて、横川方のホームが廃止され、広島駅方のホームは1年ほど旧ホーム、新ホームの2つに停車していた期間があった。 工事にあたって、残るホームの全長にわたって、屋根が取り付けられた。いずれのホームも連接者に対応した、長さを持つ。南側には渡り線があり、毎年8月6日の広島平和記念式典の際に、運行される、臨時便が折り返しを行うときに使用される。広島電鉄運行系統も参照東下菓子町、停留場には、広島電鉄が運行する9つの系統のうち、 7つの、系統が乗り入れる。東底流上を経由して、横川線と本線を相互に結ぶ系統はこのうち7号線と8号線で、それ以外は本線のみを使用する。7号線はかつて、横川駅と広島駅を結ぶ系統であったが、1971年に一度、廃止された。廃止により、デルタ線の一辺、横川線と本線の上り方面を結ぶ。 短絡線も撤去されたが2002年に復活。翌年からは7号線もルートを変更した上で運行を再開した。東岡日、試行査店上の軌道。画面右に見える構造物が信号所東岡日、試行点の南西角には電車のポイントを切り替えるための信号所があり、その形状から取りなすと称される。かつてはこの信号所内で手動により、 ポイント切り替えが行われていたが、1955年5月より、切り替えは自動化されている。自動化された後も信号書は残され、今では内部に、自動振動制御装置が備え付けられている。広島電鉄本線本川町停留場東菓市町、停留場、土橋停留場横川線東菓市町停留場、寺町停留場。ありがとうございます。